まったくこんなこともできんのか？無能すぎんだろ。すいません。いや、謝れば済むと思ってる？じゃあ警察いらねえじゃんって話な。すいません。すいませんしか言えねえのかよ。今日も部長のデスクから怒鳴り声が聞こえてくる。それだけで嫌な気分になる。私だけではなく、周りの社員全員がそうだ。ひどい時は1時間くらい平気で怒鳴り続けている。ため息が止まらなくなるくらいだ。ちなみに、今日みたいな日はすみませんと言い続けると長引く。部長が求めている言葉を探してそれを当てなければならない。当然誰もそんなことはできず、部長の言葉を待つのだ。なんて言えばいいのかわからんか？同学生でもわかるだろう。なんて言えばいいか教えてほしいか？そう言われたら、はい、と答えて部長が言った言葉をその通り言えばいい。この部長をどうしたらいいか、みんな毎日頭を抱えていた。私の名前は佐藤幸男。今年で30歳になる、ごくごく普通の男だ。今日から新入社員として A という会社の開発部に入ることになった。それなりに有名な理系大学を出たが、就活の縁に恵まれず、5年前までは小さな会社で研究職をやっていた。納得はいかなかったが、やっとの思いで就職できた場所だから、辞めて違う職を探そうとも思わなかった。私は、お疲れ様です。こちらのデータまとめておいたので、ご確認お願いします。と言って書類を渡した。上席の研究員も笑顔で、お疲れ様、ありがとう、そこに置いといて、と答えてくれた。私は、わかりました、と返事をし、作業に取り組んだ。いつも通り仕事をして、定時には退社しての繰り返し。このまま私は、こういう毎日を過ごしていくんだなと思っていた。しかし、その会社がやっている事業自体が、業界内ではすでに落ち目だったのと、不況の煽りが凄まじく、ある日突然勤めていた会社は倒産してしまったのだ。まさか倒産してしまうとはな。困ったな。これからどうしようか。勤めていた会社を見つめながら独り言を漏らす。しかしまあ、生活があるわけで、いつまでも落ち込んではいられない。私は途方に暮れながらも何もしないよりマシだと思い、職を失ってから少しの間、いろいろなバイトを転々としていた。基本昼間はコンビニ店員で、夜は居酒屋で働いていた。夜の仕事が終わり、私は疲れ果てて家路に着いた。冷たい風が街を吹き抜け、心地よい疲れが体を包み込んでいた。この生活は辛い時もあるけれど、なんとなく楽しさもある。とはいえ、何かが足りないような気がしていた。やはり今のままではダメだ。何より昼も夜もほぼ毎日働くことがいつまで続けられるのか。定年後は？など、様々な不安に駆り立てられる。そんな頃、私はとあることを契機に、A 社の社長を心の底から尊敬するようになった。A 社に無事入社することになり、研修を受けて、今日から業務開始だ。A の授業は前にいた会社とは全く一緒というわけではないが、話を聞く限りやることは似ていたので、なんとかやっていけそうだった。A 社開発部では、製造から上がってきた製品が社内規格にマッチしているのかを検査。A 社では人員確保の都合上、開発部の人間が品管も兼ねているのだ。既存、または新規のお客さんから、こういうものが欲しいのだが作れるかという要望に応える開発。それから営業部から依頼があれば、既存製品のサンプル調達などをやっているようだ。似た業種での経験があったからか、私はみんなに歓迎される。社長の人柄が影響しているのか、開発部の人はみんな優しくて話しやすい。一週間も経った頃には、私はすっかり馴染んでいた。近所の人のような、親戚のような、
そんな感じの親しみがある人たちばかりだった。主に検査を担当している、いかにもおばちゃんといった感じのベテラン社員はおしゃべりが好きで、昼や3時の休憩では毎日彼女を中心に盛り上がっている。ランチはどこがおすすめだとか、子供がいるから子供の進路の話とか、とにかく話の引き出しがたくさんあって聞いているこちらも面白い。おしゃべりするだけではなく、相手の話もしっかり聞いて寄り添ったように物事を言う人だから、疲れやすい人柄なのだろう。宮崎主任は物静かで少し暗い人だが、私もやっているソシャゲのヘビーユーザーで、しかも重課金者なので、イベントの話やキャラ育成、攻略の相談などで話しているうちに仲良くなった。昨日はマルチプレイで大変お世話になった。ゲームで培ったのか、仕事がテキパキしていて効率的というか合理的というか、とにかく容量が良くて周りへの配慮も欠かさない。私はこの宮崎主任を尊敬している。とにかくこの開発部は活気があっていい部署に見えた。ただ、そんな開発部にも一点だけ問題があるのだと宮崎主任が私に教えてくれた。それが開発部の部長を務める石上だ。この石上部長が厄介でみんな頭を抱えていた。真面目かつ気さくな人が多い開発部において、石上だけは異質な存在を放っていた。石上は基本的に立場が下の人間を見下している。例のおばちゃんに対しては、いい年こいて検査員の場は、私が尊敬している宮崎主任に対しては、いつまでもガキみたいなことをやっているバカゲームオタクなんて言うなど、この上なく口が悪い。しかしひどいのは暴言だけにとどまらない。とにかく自分が面倒だと思うことをやろうとしない。部下が資料の確認を頼んでも、今忙しい、別のやつに見てもらえ、と言って全然見てくれない。いくら仕事の手順なので部長の承認が必要と言ってもダメ。しまいには、面倒くさいこと言うな、お前がちゃんと作ってりゃ俺が見る意味なんかないだろ、と言い放って結局見ない。書類の管理も雑で、適当なファイルに挟んで適当な場所に置く。それがたたって、たまに大切な書類をなくしているが、その都度、担当した部下に、なんでこの書類がこのファイルに収納されているんだ？整理整頓もできんのか？と責任転嫁している。いくら自分じゃないと主張しても、言い訳するな！だから仕事ができないんだ！と言って、何でもかんでも言い訳として捉えられてしまう。有給を申請すると、こと細かに理由を聞いてきて、何かしら理由をつけて却下してくる。この間の新入社員はかわいそうだった。来年結婚予定の彼女の誕生日に指輪を渡したいから有給が欲しいとのことだった。その新入社員に対しては石上部長は信じられないことを言った。そうか、仕事よりも大事なことなんだな。お前の仕事に対するやる気がよくわかった。そう言われた新入社員は首を横に振って答えた。いや、仕事は大事ですし、やる気だってあります。ですが、石上は聞く耳持たず、新入社員が言おうとした言葉を遮ってこう言った。あのな、俺はでもだってが嫌いなんだ。その後に続くのは決まって言い訳なんだ。お前は仕事を休みたい言い訳を俺に述べているようだが、俺は甘くないぞ。もっと仕事ができるやつに育ってほしいからな。と、それ以上は聞こえなかったが、とにかく長々と説教を始め、結局新人君にどうなったか聞くと苦笑いをして、結局ダメでした。粘ってはみたんですけど、一つ言えば10で帰ってくるから、折れるしかなかったです。なので、日曜日に変更しました。まあ、誕生日当日じゃなきゃダメってこともないから仕方ないですね。なんて返せばいいかわからず、そうか、でも本当は当日の方が良かったんだろう。彼女だってその方が嬉しいだろうし、
と詰まらせながらも言葉を綴った。とにかく気の毒で同情するしかなかった。新入社員は諦めたように言った。まあそうですけどね、あそこまで言われたらもう折れるしかないですよ。彼女には謝れば済みますから。そうか、うまくいくといいね、としか言えなかった。新入社員は下を向いて、ありがとうございますと弱々しい声で返してきた。他にもいろいろあるが、このように会社の規則や法令を全然守らない人だった。私はまだあまり関わったことがないからまだわからないが、いずれ洗礼を受けることにはなるだろう。そんな思いで何事もなく仕事をしていた。 A 社開発部に来て2週間弱が経過したある日、私は石神の問題を身をもって体験することになった。その日の昼休み、私は眠気に負けてしまい、自席でうとうとしていた。昼休み中だったので、少しはいいだろうと思い、そのまま少し眠ろうとした。すると突然、ドンと大きな音が聞こえる。私は、なんだ?とびっくりして飛び起きた。眠気は一気に覚めて周囲を確認する。地震か?と思い、身を構えたが、そんな様子ではない。数秒後、おい!何のんきに寝てやがんだ?と怒った声が聞こえる。振り返ると声の主は石神部長だった。その手には A4 数枚の資料がある。ドンという音は彼が机を蹴った音だった。私はすいませんと反射的に謝罪をして石神の顔を見る。すると石神部長は私の机に資料を叩きつけ、もう一度机を蹴った。これ、お前が作った資料だよな。と、低い声で石神部長は言う。確かに私が作った資料だったので、はいと答えると、石神部長はわざとらしく大きなため息をついた。それは、もう周囲の人間にしっかりと聞こえるくらい大きなため息だった。もう一度この資料に目を通してみろ。そう石神部長は言われ、私は、誤字脱字はチェックしましたが、他に何か問題点がありましたでしょうか?と聞いた。すると石神部長は、さらに土器が加わった声で言う。自分の間違いを素直に認められないのか?間違えたところくらいわかるだろう!と半分怒鳴られたが、私はここで折れるのは違うと思い、思い当たるミスがないので、具体的に言っていただかないと伝わりません。なので、お手数だとは思いますが、教えていただけませんか?と返した。そう言うと、怒っていた彼は一変し、今度は、なんだお前、学歴詐称でもしてんのか?と嘲笑ってきた。私は何を言われているのか理解できず、と狼狽。そんな言葉が返ってくるとは思わなかった。石神部長はまた呆れながら、しかた。俺に言われないとわからないんだもんな。ここだよ、ここ!と資料の一部を人差し指で力強く叩いて示す。見ると考察文の一部に誤字が認められた。考えられるとあるべきところが考えれれるになっていた。石神は自信に満ち溢れた顔で、考えられるってなんだ?そんな言葉聞いたことねえよ。それなりにいい大学出たって聞いてるが、嘘ついてんだろ。いい大学出てるやつが日本語不自由なわけねえもんな。と、畳みかけるように私を罵倒した。私は、たかだか誤字一つでそんなに言わなくてもと内心で嘆いて落ち込んだ。みんなの前で大きな声で叱られるとショックは大きいものだ。石神はお構いなしに続けて叱責した。この資料はこのまま客のところに行ってんだ。ふざけやがって A 社がバカだと思われんだろうが、責任感が全くないな。と怒る。しかし、この資料は先日私が石神部長に確認を頼んだが、めんどくせえと断られ、そのまま担当営業から客に送らせろと手順無視の無茶を言われたものだった。私も
誤字脱字のチェックは入念にしたが、確実にゼロにできるとは限らない。第三者が疑いの目で見て発見できることもある。そのチェックを本来の手順を無視して怠ったのは石上部長だ。責任感がないだの、うんぬん言われようと、私一人のせいにするには、さすがにお門違いなのではなかろうが。資料をもらった担当営業も目を通すだろうが、石上部長のチェックが入っていると安心感があるので見落としやすい。一方的に私が悪いように言う石上部長だが、誤字が残ったまま客先に行ってしまったことに関しては彼にも少し責任があるはずと私は口に出さず内心で文句を言った。しかし言われっぱなしは悔しいと感じ、私はですがと切り出す。だが石上部長は、なんだお前新人の癖してまだ俺に口答えするのか、言い訳ばかり並べやがって生意気なんだよこのバカ新人が、と暴言を吐く。私はこれ以上言えば長引くだけだし、言い返すのも疲れてしまい納得はいかないが、ここは謝るしかないと思い、すいません以後気をつけますと謝罪した。その日から石上部長の私に対する呼称は、バカ新人へと変わった。扱いも日に日に雑になり、石上の機嫌によっては話しかけるだけでも舌打ちされることもあった。そう、あの日を境に石上部長に目をつけられてしまったのだ。そんな私を宮崎主任は気にかけてくれた。最近なんだか暗い顔してるぞ。もしかして、部長のことで。私はそれを肯定し、ですがご心配なく、私は大丈夫ですからと、あまり心配をかけたくないのではつらつと答えた。宮崎主任は安心したようだが、すぐに神妙な顔になって、佐藤さん、辞めたいと思ったことはないかと聞いてきた。宮崎主任はどうやら辞めたいらしい。原因はもちろん石上部長。辞めたいが、その後のことや言い出すタイミングの吟味で滞っている。宮崎主任は、それにほら辞めたら課金できないしと笑っているが、私は心配でたまらない。こんなに優しく新人にもよくしてくれて、しかも仕事ができる宮崎主任が辞めたいと言っている。絶対にこの人はこれからもこの会社に必要な人だ。あんな横暴な石上部長のために辞めるなんてもったいない。というか、とにかく悔しくてたまらない。私はそんな彼に、宮崎主任、安心してください。もう間もなく良くなりますから、とつぶやいた。宮崎主任は何のことかわからず、え？と疑問を呈するが、私は、すみません、こちらの話です。と笑ってごまかした。数日後、開発部の朝礼で石上部長が面倒くさそうにある話を始めた。面倒くせえことに、今日の10時から監査が入るらしい。内部告発があったんだとよ。誰だ、だるいことしやがったのは。と全員に向けて言った。誰も石上部長と目を合わせない。構わず石上部長は、まあいいや、どうせ大した連中じゃないだろうしな。おい、今朝は各自の仕事より監査対策を最優先にしろよ、と捨て台詞を吐き、ぶつくさ言いながらデスクに戻っていった。その言葉を聞いて私は思わず、と小さく笑い声を漏らしてしまった。私は監査対策という謎の造語とその滑稽さに笑った。聞こえたのか、石上部長はこちらを振り返って、あ？バカ新人、何がおかしいんだよと睨む。私は慌てて、すいません、少し思い出し笑いを、とごまかした。石上部長は呆れた顔で言った。なんだそりゃ、気味悪いやつだな。おっと、お前と遊んでる時間はないんだった。おい、さっさと監査対策に取り掛かれ。開発部の面々は石上部長の指示に従い、大急ぎで資料の整理や非常の片付けなどに取り掛かった。監査対策はやることがあまりにも多く、
みんな忙しく右往左往している。そんな中、私はノートパソコンでとある人物から俺宛に送信された一通のメールに目を通していた。その内容を端的にまとめると、10時予定だが30分早く行くとのこと。時計を見るともう9時28分だった。もうすぐだなと思っていると、そこへ石上部長が現れて目をつり上げて怒鳴り込んできた。おい君悪いバカ新人、何サボってやがんだ、10時まであと30分しかねえぞと怒鳴る。私はいつも通りにすみませんと謝って、ノートパソコンを石上部長に見られないように閉じた。石上部長はまた大きなため息とともに、ほんとどんくさいやつだな、さっさと言われたことやれよ気味悪いバカ新人と大声で言う。周りはせわしなく作業に取り組んでいるため、大きな怒鳴り声にも動じず、それぞれの業務を遂行していた。たく、本当に使えねえな、空気読めよなと石上部長が続けて何か言おうとした瞬間、開発部の事務所のドアが勢いよく開いた。作業をしていた社員全員の手が止まり、ドアの方に注目が集まった。ドアの方を見ると、そこに立っていたのは A 社の社長が立っていた。すべて聞いていたのか、社長は気味悪バカ新人か、内容はさておき、なかなか語呂のいい言葉だな石上くんと笑う。石上部長はそれどころではなく、社長本日はどのようなご用件でと狼狽。構わず社長は話しかける。社長である私が会社内を見て回っていたら変かね、それに今日は監査があると伝えたはずだが。石上は、ええ、確かにそう伺っておりますが、と何が何やらわからない様子。そんな石上に社長は、今から監査の結果を発表してもらう。さあ、頼んだぞ、ゆきよ。と私に笑顔を向ける。私はそれに、わかったよ、父さん。と、父さんの部分をあえて強調して返事をした。石上は、え？と間抜けな声を出す。社長の名前は佐藤貞夫。私のジップであった。中学3年生の頃、私は反抗期真っ只中で、とにかく親の言うことを鬱陶しく感じていた。父はよく、勉強してそれなりに名の知れた大学に行きなさい、そうすれば将来も少しは明るくなるんだといつも言っていた。中3の秋、私はいつものそれにイライラして、うるさいな、俺の将来なんだから俺の勝手だろと怒鳴ってしまう。頭では分かっているけど、いざ言われると無性に腹が立つ。本当はこんなことでイライラしたくないのに、なんというか反射的に口答えをしたくなってしまう。私はさらに、だいたい学歴って今時古いんだよ、今は個人の能力を見る時代だと子供ながら父親の考えに反抗した。それでも父は真摯に私のことを考えていた。さりげなく社員の息子の進路がどうのとか話してきたり、どこどこの大学がどんなことに注力しているだとか、毎日ではないがとした時にさりげなくそういう話をしてくる。私はそれをさらにやかましく感じ、父を避けるようになり、ご飯の時間以外はほぼ自室にこもっていた。またある時は友人と遅くまで遊んで帰ってきたりと、分かりやすく父を避けたりもした。それ以来お互いに気まずくなり、ろくに口もきかないまま1日、1週間、1ヶ月と時間だけが過ぎる。それは私が大学進学を達成しても変わらない。父は、ゆきよ、合格おめでとうと祝福するが、私は、うん、と塩対応。本当はもっと父と抱き合って一緒に喜びを分かち合いたかった。しかし、この頃はもう父のことを鬱陶しいと思っているのではなく、今さらどんな顔をして話せばいいか分からなくなっていた。あれから数ヶ月が経ち、私は新しい仕事を求めて就職活動に取り組んだ。
父の経営する A 社への後継者になることを期待されているのではないかと密かに思っていたが、父は何も言わなかった。心の奥底では父からそういった話があるのではないかと期待していたのかもしれない。少しだけ寂しかった気もする。思いは複雑だったが、自らのキャリアを築く決断を下した。私が就職したのは小さな科学系の会社。大学での科学専攻の知識と能力を発揮し、それなりに活躍していた。しかし、私が入社してから数年後、経営が傾き始め、私一人の力ではどうにもならず、結局は倒産してしまった。職を失い、落ち込む私に、追い打ちをかけるかのように母が病に侵される。癌だった。気づいた時には手遅れの状態まで進行し、私と父も何もできぬまま母は他界した。仕事と母を同時に失った私は心の底からの絶望に押しつぶされ、引きこもり状態に陥った。私は自らを責め、何も成し遂げられない自分に悔恨の念を抱いた。俺なんか何もできやしないんだ。誰の役にも立ちやしないんだ。と、無力感に苛まれながらも何も手につかない日々が続いた。無気力で寝て起きて寝るだけの毎日。私は過去の自分を取り戻すことができず、深い絶望の底に沈んでいく。友情や家族の支えも届かず、孤独な時間が重なっていく中で、私の心はますます閉ざされていくのだった。あれなんか、何もできやしないんだ。誰の役にも立ちやしないんだ。と、頭の中に大きく浮かんだ。浮かんだセリフを吐いては、家中に散らばせていた。まるで、埃のように。何に対しても無気力で、寝て起きて寝るだけの毎日を繰り返していた。そんな私に声をかけたのは父の貞夫だった。父は優しく、幸男は無力なんかじゃない。まだこれからなんだ。大丈夫。と慰める。しかし、ねじれた関係であることもあり、私はうるさいなと反抗期のようにとなる。それでも父は、お前だって誰かの役に立てるんだと諭す。私はそれにも反抗し、誰の役に立てるんだ、教えてくれよ。父がさらに諭す。それはまだわからない。しかし、幸男の知識や能力は必ず誰かの役に立てるはずなんだ。それにさらに反発し、お互いに収拾がつかなくなるくらい、いつの間にか言い合いになり、私は部屋にこもるという無限ループに陥った。そこで初めて父は、うちで俺の会社で働かないかと誘う。驚きと困惑の表情を浮かべた私は、え？と返す。当然だ。今まで一度も言われたことがなかった。なのになぜ今更？父は続けて言った。人にはそれぞれ得意不得意、向き不向きがある。お前だって前の会社で活躍してたんだろ？だったら A 社でもお前のポジションはあるはずだ。私は驚きと嬉しさで言葉に詰まり、感情が、言葉が、何もかもが崩れ出して、今までの苦しみが溢れるように涙が止まらなかった。これまでの中学生から始まった父親との気まずい時間、長らく避けてきたが、父は私を息子として愛していたのだ。父さん、今までごめん。俺、本当はもっと父さんに認められたくて、父さんみたいになりたかったんだ。と、ずっと言えなかった言葉が線が外れたように出てきた。父が、私こそ今まですまなかった。本当はずっと前から私の会社に来ないか声をかけようとしていたんだが、あまりにもお前が頑張っていたから見守ることにしたんだ。本当はお前に声をかけたくて仕方なかった。よく頑張ったな。立派だぞ。そう言って父は私を優しく抱きしめた。
この時初めて気がついたことがある。威厳があって、いついかなる時も堂々とした父がわずかに震えていたのだ。これは私の想像だが、父も私と一緒で素直に接したいのに何かと口論になったりするのがたまらなく嫌だったのだろう。私は父の強さと弱さを思い知った。ありがとう、父さん。今度こそ父さんみたいに。いや、父さんよりも立派になってみせるよ。と笑いながら言った。こうしてゆっくりと私は立ち直り、俺なんか何もできやしないんだ。誰の役にも立ちやしないんだ。と家中に吐きまくった埃を丁寧に片付けるように仕事に打ち込んだ。無事に父と仲直りし、この一件で私は優しく、社長としても父親としても人を導くことのできるすごい人だ。そんな父を超えられるような人間になりたい。と父のことを尊敬し目標にした。私は無事に A 社に採用され、父親の指導の下で業務を学んでいく。本社には様々な部署があり、私はそれらを巡りながら知識を深めていった。ある日、父から頼み事があった。父は開発部に不穏な兆候を感じており、抜き打ち監査を行いたいが、監査部のメンバーはすでに知られてしまっている。しかし、幸男ならまだ顔が知られていないはずだ。新人として開発部に潜入し、内部から調査してほしい。との提案だった。開発部は本社から遠く離れており、同じ会社の部署であっても交流は限られている。だからこそ、数年前に本社にやってきた一人の社員など、把握されていないだろうという仮説に基づく戦略だった。私はその依頼に、了解。父さんの会社をより良くしたいし、やってみるよ、と快諾した。こうして、私は開発部に新人として潜入することになった。もともと研究職を経ていた私にとって、開発部は楽しさに満ちた仕事の場であった。しかし、石神のような人物の存在を知り、何とかしなければならない、と父に報告した。父は石神の仕事への姿勢や、部下への対応のひどさに深刻な懸念を抱く。潜入計画はもともと1ヶ月を予定していたが、早急に対応しなければならないと判断し、期間を2週間に短縮することになった。父は石神に対して、監査を行う日付とその日に行われることを直前に伝え、状況を見守ることにした。実際には私が潜入した瞬間から監査はすでに進行中だったが、石神はその事実を知らないままだった。そして父は直接開発部を訪れ、私が監査結果を発表するサプライズを用意した。私と貞男は親子なので苗字が同じ佐藤だが、日本で一番多い苗字だから石神は特に気にしていなかった。石神に限らず、周りの社員にも幸い気づく人はいなかった。そんなこんなで、私が事情を話すと、石神は膝から崩れ落ちて、私にすがりついてきた。ああ、佐藤君、監査の結果はどうだったんだ？よかっただろう？開発部は全員優しくていい人たち、仕事もしっかりやっていただろう？な、そうだろう？冷や汗をかき、目をキョロキョロと泳がせながら必死に石神は訴えてきた。しかし、今さら遅い。私は、おや、気味悪バカ新人呼びはやめたのですか？面白い語呂でよかったと思いますが。と、関係ない返事をしてあしらう。石神は唖然として、まるで捨てられたような顔をしていた。我関せずと私は続けた。では、監査の結果を報告します。いつの間にか周囲の視線は私に集まっていた。特に宮崎主任は目を見開いている。前に私が言った、もう間もなく良くなりますからという言葉を思い出して、このことかと合点が言っている様子だった。私は石神の目をまっすぐに見て、開発部は
表向きには明るく、はつらつとした部署でした。しかし、石上部長の横暴な態度により、裏側では無数の問題が生じております。社員の士気や精神衛生上の問題に直結する、決して見逃すことのできない状態でありました。まあ、私も身をもって知ることができましたので、皆まで言いませんが、そう淡々と述べる。その間にも、佐藤くん、佐藤くん、と部下の目線もはばからず泣きつく石神は、なんとも情けない顔をしていた。そんな石神に父は、石神くん、本件に関しては今後、詳細に調査を進める。処分も覚悟しておくように、と強く言う。石神はただ、と、うめくだけで、今朝までの威勢はこれっぽっちもなかった。それから父が言った通り、開発部には正式な調査が入った。仕事の手順をガン無視していたこと、労働基準の無視、部下による侮辱的な発言をしていたことなどが多数報告された。また、宮崎主任たちは、石神の支配を覆そうと各自で証拠を集めていたらしい。暴言の録音や、石神から受けた嫌がらせを日記のようにして保存するなど、まあ、いろいろと出てくる。それらが十分な証拠となり、おかげで石神は懲戒解雇処分となった。また、石神は開発部の経費報告において不正をしていたことが発覚した。領収書を改ざんして金額を盛り、実際の額との差分を懐に入れていた。到底許されることではなく、父は法的措置も辞さない考えを示した。それでもとりあえず石神の件は解決し、潜入調査を終えた私は父にある頼み事をした。私はこのまま開発部にいたいと懇願した。もちろん父の会社も継ぎたいと考えてはいるが、やはり前職とのつながりもあるし、仕事内容が好きな開発部でならより頑張れる気がした。そして部署の人たちも大好きだから。父は、わかった。これがお前の選択なら尊重しよう、と許してくれた。空いた部長の席には、開発部のベテラン社員が座ることになった。ある日の昼休み、私は宮崎主任とお昼ご飯を食べていた。宮崎主任は思い出したかのように、そういえば佐藤君、まだお礼を言ってなかったな、と突然神妙な顔で話し始めた。私が、お礼？と聞いた。全くピンとこなくて首をかしげた。佐藤君が来てくれなかったら、俺は本当に A 社を辞めていたと思う。A 社の仕事は好きだから躊躇してたけど、とにかく今も俺がここにいるのは佐藤君のおかげだよ。と宮崎主任に言われ、私も目頭が熱くなるのを感じつつ、気にしないでください。宮崎主任がいなくなっちゃったら誰にもゲームの相談できないじゃないですか。と微笑んだ。宮崎主任もまた微笑み、おいおい、仕事の話じゃないのかよ、とツッコミを入れる。二人はしばらく笑い、今度はゲームの話を始めて盛り上がるのだった。後に父が言うには、石神は昔はあんな人じゃなかったそう。普通に優秀な社員で功績を上げていたので部長に任命したという。父は、だが彼は豹変してしまった。経費をごまかして懐に入れるという悪知恵を覚えてしまったことが、経費なのだろうな、と嘆いた。なぜそんなことをしてしまったのかと父が聞いたところ、石神は家庭の事情でお金が必要だったから、と言っていたそうだが、本当のところは定かではない。私はその話に妙に納得できた。遊び癖がひどいと、噂を小耳に挟んだこともあったので、おそらくそういう理由だったのではなかろうか。真相は不明だが、人というのは良くも悪くも何か一つの出来事をきっかけにガラッと変わることがある。石神を悪い例とするなら、私は良い例かもしれないと自負する。仕事と母を失ってひどいありさまだった私は、父の思いに気づいたことを契機に、悲しみから立ち直ったし、父を尊敬できるようにもなった。
私は自分も A 社もこれからどんどんいい方向に変えていきたいと改めて思うのであった。ふと思うことがある。もし父の子ではなく他人の子だったとして、宮崎主任やらと一緒の立場だったら石神とどう接していただろうか。きっと私はどうすることもできなかったのではないかと。ただ一つ言えることがある。絶対に負けてはいけないことだ。石神のように横暴な人間は、こちらが萎縮すると突き上がって余計にふんぞり返ってしまう。そうなってしまったら、なかなか本人も治らなくなってしまう。だから、少しだけでいいから立ち向かう勇気を持ってほしい。そのほんの少しの勇気が、意外にもたくさんの人を救うことができる。ことの元凶になった人すらも救うことができるかもしれない。私は弱い。しかし、ほんの少しの勇気で人は強くなれることを知っているから、その時は強くなれる自信がある。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。山道を車で商談に向かう途中の俺。だんだん吹雪になって、ふと視界が晴れた瞬間、田んぼに落っこちてる赤い車に出くわしてしまう。このまま見過ごすわけにはいかない。車の中で大丈夫と言いながら泣き出す女性。俺の脳裏には、あの日の父の姿が浮かぶ。俺は女性を助け、商談に向かうが遅れてしまい、取引先の社長に取引中止を言い渡された。後日、社長に呼ばれて出向くと、そこにいたのは、まさかのあの人だった。この人がいなければ、私はどうなっていたか。俺に感謝を伝えながら、強い口調で社長に言った。その人との出会いが、俺のこの先の運命を変えることになろうとは。俺の名前は杉山雄一。建機リース会社で営業をしている。俺の父のぼるは建機会社に勤めていて、重機を操縦していた。父は自分の仕事に誇りを持っていた。誕生日には俺に工事の車という本を買ってくれて、いろいろな話を聞かせてくれた。ゆういち、この重機はな。いつも子供のようにキラキラ目を輝かせて話す父。父さんの仕事いいな。今度父さんが操縦してるところを見てみたいな。重機の操縦は周りに危険が伴うため、なかなか見学はできない。俺はずっと何年も悶々としていた。その願いが叶ったのが、あの大きな地震の時だった。俺は当時12歳、高台にある小学校にいた。そこにたまたま休みで家にいた父のぼると母明美が避難してきた。俺たちは自然の脅威になすすべもなく、地震の恐怖に震えながら身を寄せ合い、体育館で一夜を過ごした。眠れずに朝を迎えた。グラウンドに行って周りを見渡すと、瓦礫の山、ガスボンベの破裂音、見るも無残に変わった風景があった。そんな時だ。この瓦礫、なんとかしないと。瓦礫を撤去しないと、みんなそこから動けない。中には家族と別々の避難所にいる人もいて、一日でも早く家族に会いたいと思っていた。ゆういち、俺はこれからこの瓦礫を何とかしてくる。父さん、待って、危ないよ。それでも、やらなきゃならないんだ。父さんはそう言うと、会社の方に向かって行った。お父さん、気をつけて。母は心配そうに見送った。父はそんな母に
右手を上げて手を振った。震災から丸一日経とうとしていた時、グラウンドの下の方でガラガラガタンガタンと音がした。俺はグラウンドのフェンスに手を当て背伸びするようにその先を見た。あれは父さん？それは震災から免れた重機で瓦礫を撤去する父の姿だった。みるみる撤去されてく瓦礫。その時俺に大きな夢ができた。父さんのようにみんなを助ける操縦士になりたい。あれから震災をなんとか乗り越えて、俺たち家族も避難してきた人たちも頑張ってきた。避難所から仮設に入り、そして少しずつ日常を取り戻していった。その中で俺はスポーツにも打ち込んだ。そして高校3年、そのスポーツで腰を痛めてしまった。重機のオペレーターは腰に負担がかかる。俺はオペレーターを諦めるしかなかった。だがどうしてもその仕事に携わりたい。俺は父に相談した。そうか。重機に携わりたいのなら、重機のリース会社もあるぞ。父に教えられ、俺は高校を卒業すると、隣の市の重機リース会社の面接を受けた。俺が重機愛を語ると、面接してくれた社長がニコニコと聞いてくれた。よし、合格。俺は村田リース会社に営業として就職した。社長の村田昌司は、こいつならきっといい営業マンになる。そう思ったそうだ。あの熱意に俺は負けた。重機愛では俺も負けないつもりだが、俺より上を行くやつに初めて会った。俺の見る目は確かだった。いい成績を残すたび、得意げに部下に話していた。社長は俺に重機の免許を取らせてくれた。杉山君、やはり運転もしないと重機のことがよりわかるようにな。社長には感謝している。いろいろ面倒を見てくれ、営業のノウハウを教えてくれたのも社長だ。社長のおかげもあり、常に営業成績もトップクラスにいる。俺は社長を第二の父のように思っている。その日、俺は建設会社の商談の予定が入っていた。天候が悪く、天気予報は雪マーク。時間に余裕を持って早めに出かけようと、車に乗り込もうとしたが、社用車はやばいな。今日はこっちで行くか。そう思い、4WD のトラックに乗り込んだ。このトラックはクレーン付きだ。このトラックの方が雪道では安定して走れるからな。そんなことを思って乗り込んだ時には、もう雪が吹雪き始めていた。俺は雪道をひたすら走り続けた。この時の俺の判断が、俺の人生を変えることになろうとは、あの時まで思いもしなかった。得意先は、俺の会社から1時間ちょいの山側にある。あたりは田んぼだらけで、吹雪いているので視界が遮られる。やっぱり、この車で来て正解だったな、と思った。建設会社には大きな重機を置けるくらいの広い土地がある。そこへの道も、当然ながらトラック同士がすれ違えるほど広かった。だが、吹雪いているため、道路の状況がなかなか把握できない。俺はいつもよりも一層注意しながら、田んぼの脇を進んでいった。本当に見えにくいな。早めに出てきてよかった。出なければ、危うく商談に間に合わなかったな。大塚社長は時間に厳しい人だからな。建設会社社長の大塚清とは、俺が担当になってから1年の付き合いになる。得意先と言っても過言ではないだろう。最近では
少しずつプライベートのことも聞かれるようになっていた。だが、プライベートの話をそっちのけで重機の話をする俺に、半ば呆れ顔になって苦笑いした。本当に君の重機に対する思いは熱いな。社長にプライベートで何を聞かれただろう。俺はそれさえ覚えていないほど重機の話に没頭していた。やっぱり雪道は疲れるな。慎重に慎重に走っていた時だった。雪景色の田んぼの中に赤色の車が見えた。ありゃりゃ、もしかして滑ったのか？雪も積もり始め、その車は突っ込むようにして田んぼに落ちていた。俺はなんとか道のギリギリに止め、車を降りた。赤い車のドアを指でコンコン叩いて、大丈夫ですか？怪我はないですか？と聞いた。若い女性が乗っており、ドアを開けて蚊の鳴くような声で、大丈夫です。気が抜けたんだろう。よかった。誰も来てくれないし、もうどうしていいかわからなくて。ヒックヒックと泣き始めた。泣き止むのを少し待ち、事情を聞いた。保険会社に電話しても、警察に電話しても来てくれなくて、もう30分ぐらいここにずっといて。女性は途方に暮れていたそうだ。まあ、この雪だからな。困ったな。助けられなくはないが、商談には遅れてしまう。俺は少し躊躇してしまった。だがその時、あの日の父の姿が頭をよぎった。父は自分の危険を顧みず、みんなのために重機を操縦していた。真っ先に目の前のこの人を助けることを考えなくてはいけないのに、自分の仕事のことを先に考えてしまった自分が恥ずかしくなった。少し待っててください。俺はそう言うと、商談相手の会社に電話した。社長をお願いします。そう言ったが、社長は電話中らしく出なかった。俺は電話口の事務員に事情を説明した。遅れてしまいますが、必ず伺いますので、社長にその旨伝えていただけるようにお願いします。かしこまりました。お気をつけていらしてください。事務員はそう言って電話を切った。さて、どうしたものか。迷ってる暇はない。幸いクレーンもここにある。俺は警察に電話をしてクレーンを使用する許可をもらった。再び赤い車のドアを叩いて。クレーンで吊り上げますので、ドアを開けて降りれますか？外で待たせるのは心苦しかったが、持ち上げるときトラックが安定しない恐れもある。俺はトラックの中から、カッパと北海道を取り、これを着て北海道をしてください、と彼女に促した。ドアはそこまで損傷していなかったので、女性は車から降りることができた。すみません。女性は不安げな面持ちで言った。困った時はお互い様ですよ。寒いでしょうが、少し待っててくださいね。そう言うと俺はトラックに積んでいたスコップで雪を少しかいてクレーンの作業に移った。カッパも北海道も震災の経験から常に車に用意している。余談だが、少しの着替えと水と栄養補助食品などもだ。何が起きるかわからないしな。作業は30分以上を要した。雪の中で一人の作業ということもあり、時間は過ぎていく。なんとか引き上げたところ、道路の向こうにヘッドライトの明かりがぼんやりと見えた。遅くなってすみません。保険会社から依頼を受けたレッカー車だった。あれ、お知り合いを頼んだんですか？いえ、この方はたまたま通りかかった方で、私が途方に暮れてたら助けてくださったんです。女性とレッカー車の運転手は何やら話し始めたが、約束がありますので
失礼します。俺はその場を立ち去ろうとした。こちらをお返ししますので連絡先を教えてください。女はそう言ったが、急いでますんですいません。そう言って車に乗り込んだ。またヘッドライトの明かりが見えた。どうやらパトカーのようだ。事情聴取でこれ以上長引くのはごめんだ。女性が俺を引き止める声を背に、俺は車を走らせた。事情は電話で説明したが、時間はとうに過ぎている。焦る気持ちもあるが、雪なので慎重に運転していった。雪道をなんとか運転して大塚建設に到着した。おお、1時間も過ぎている。だが、事前に連絡したんだし。俺は楽観的に考えていた。すみません、遅くなりました。こちらにどうぞ。事務員が社長室に通してくれた。大塚社長、遅れて申し訳ありません。事務員の方に話したのですが。そう言って資料を取り出そうとすると、社長は怪訝そうな顔をして。その話は聞いている。だが、例えば今日何か試験があったとする。遅れたからといってやり直しはできないよな。杉山くんの事情で、それは期日が決まっている試験会場では通らない話だよな。取引も同じなんじゃないか。どんな事情であっても約束は守らないといけないよな。静かに諭すように、それでいて有無を言わせないような社長に、俺は何も言えなかった。どこか社長なら分かってくれると思っていたんだ。社長、申し訳ありませんでした。俺は誠心誠意謝った。そんな甘い考えを社長は見過ごせなかったんだと思う。この話はなかったことにしてくれ。君ならこんなことはないと思ったが。どうやら俺の買いかぶりだったようだな。申し訳ありません。ただ、そう言うしかなかった。もういいから帰ってくれ。ご苦労さん。俺は肩を落として帰るしかなかった。社長の言うことはわかる。だが、どうすればよかった？目の前の困っている人を見過ごすわけにはいかない。仕方ない。俺はあの時、その場を通り過ぎることはできなかった。仕方ないんだ。仕方ないんだ。そう、言い聞かせるしかなかった。俺は、とにかく、トラックを走らせ、自分の会社に向かった。社長に、どう話そう。俺は気が重かった。顧客を失ってしまった。それも大口の。会社にとっても、大きな損害だ。クビだな。会社に向かう途中に、車とすれ違った。クラクションを鳴らされたような気がしたが、俺は気にせず走っていった。気が重い。駐車場についてもなかなか降りれずにいた。村田社長にダメになったと伝えないとな。意を決して車を降り、ドアを開けた。社長室に向かおうとする俺の目の前に社長が立っていた。社長、大塚建設との商談の件なんですが。俺は社長に何を言われるのかとビクビクしていた。ああ、なんかさっき大塚社長から電話があったぞ。え？クレームの電話だろうな。とため息をついた。大塚社長の電話って、ああ、もう一度商談に来てほしいそうだ。日程は3日後。え？俺は心底驚いた。さっきのあの態度を考えるとどうも納得がいかない。困り顔の俺に、頼むぞ杉山くん。肩を叩いて社長が言った。俺はその後、仕事も上の空だった。定時時間になったので、お疲れ様です。そう言ってドアを開け、駐車場に向かい車に乗り込んだ。
もう一度商談？なぜそうなった？帰る途中でいろいろ考えた。ただいま。そう言って自宅のドアを開けた。おかえり。あら、元気ないけどどうした？母の問いかけに黙っていると。なんだ、雄一らしくないな。仕事で何かあったのか。父が聞いてきた。俺は重機のことは父に話してきたが、営業の話はあまりしてなかったのかもしれない。まあ、顧客の守秘義務もあったが、営業の仕事でそこまでの失敗を知らずに来たからなのだろう。まあ、どうせクビになるんだ。誰かに話しておきたかった。自分の中で抱え込もうと思っていたが、一人で抱えきれずにいた。今日、こんなことがあって。俺は今日の出来事を話し始めた。父は黙って聞いてくれた。雄一、お前のしたことは間違ってはいないぞ。父はそう言った。その社長はまた商談に来いと言ってるんだろ？ならよかったじゃないか。商談に行っても断られたりしてね。俺は話を聞くだけ聞いたら断られるんじゃないかとヒヤヒヤしてた。雄一、それはないんじゃないか？あの時の社長を見たらそう思うよ。落胆する俺。父さんは俺の肩を叩いた。大丈夫だからな。言葉にはしないが、そう言っているようだった。当たって砕けろ。3日後、俺は大塚社長の会社に向かった。遅れないように、早めに出てきたので、30分以上も前に駐車場に着いた。俺が駐車場で時間を待っていると、ドアをコンコン叩く音がした。俺が音の方を向くと、そこには見たことのある女性がいた。俺が窓を開けると、先日は助けていただいてありがとうございました。お借りしてたカッパをお返しします。どうぞ。え、なんで君が？驚かれるのも無理もありませんね。申し遅れましたが、私は大塚彩と言います。え、大塚彩？大塚って、もしかして大塚社長の？はい、娘です。え？こんなことがあるのか。俺の頭にいろいろな思いが駆け巡った。先日は本当に申し訳ありませんでした。深々とお辞儀をしようとして、あやはゴツンと窓に頭をぶつけていた。痛い。大丈夫ですか？多分。俺はあやさんと顔を見合わせて笑った。同時ですね、私。その笑顔がとても可愛かった。父、今来客中ですので、もう少し待っててください。そう言って、俺の前に温かい缶コーヒーを差し出した。ありがとうございます。あの日、誰も来なくて、心細くて、そしたらあなたが車から降りてきてくれた。あの時もらった北海道はすごく温かかったです。名前を聞こうとしたのに、名乗らずに行ったので、あなたのことを探しました。トラックに社名があったので、もしかしたら、父が知っているのではないかと聞いてみました。父は少し考えた後、あなただと思ったそうです。私は、あなたが私を助けてくれたと話したんです。あなたは、取引先の人で、商談に遅れたから、取引を断ったことを教えてくれました。父は遅れた言い訳で本当にそんなことがあったと思っていなかったそうです。私は父に、何を言ってるの？私を助けてくれて遅れたのよ。感謝はしても頭ごなしに断ることないじゃない。私があの日来なければあんなこともなかった。私はあの人に会って謝りたい。お父さんも会って謝って。そしてちゃんとお礼をしよう。お願い。お父さん、あの人をここに呼んで。大塚社長にそう言って懇願したそうだ。大塚社長は俺の会社の村田社長に電話したが、自分の過ちが恥ずかしくなって
詳しい話はしないで。杉山くんには私の都合で商談ができなくなったから、後で来てほしいと伝えた。日程をまだ言ってなかったので伝えようと思って電話しました。3日後に来てほしいと伝えてください。そう言って今日の商談の日程を決めたそうだ。会社から出てきた人が見えたので、そろそろ行こうか。そう言ってドアを開けようとしたら、あ、すいません。私ったらつい話し込んで。また杉山さんにご迷惑かけるところでした。すいません。ゴン。ドアにまた頭をぶつけていた。大丈夫？心配そうに覗き込むと、おでこが少し赤くなっていた。まったく、私ってばどうしてこうなんだろう。頭を抱えていた。その仕草がおかしくて、俺は吹き出してしまった。あやさんも笑っていた。そして俺はあやさんと共に社長室に向かった。おお、あやも一緒か。この前の謝罪とカッパをお返ししたの。大塚社長はどこか罰の悪そうな顔をしている。雄一くん、この前は娘が迷惑をかけてすまなかった。大塚社長は頭を下げた。社長、頭を上げてください。大塚社長は頭を上げ、俺を見て。俺はこの一年、君の人となりを見てきたはずなのに、人助けなんて雪道で遅れた言い訳だろうと決めつけてしまった。俺たち建設屋は遅刻すれば工事がストップして、いろんなところに迷惑がかかるから、遅刻は絶対許されない。なのに君が遅れてきたから、私は腹立たしくなった。だから君が言い訳ができなくなるような話をして、君の話を聞こうとしなかった。それがよりによって、自分の娘を助けるためなんて思いもしなかったよ。娘に助けてくれたトラックの会社名を聞いたら、杉山くんだと思った。君の話は嘘ではなかったんだ。俺は自分が恥ずかしかったよ。君が嘘をつくような人間ではないことを分かっていたはずなのにな。本当にすまなかった。村田社長には君の商談を断った手前、娘を助けてくれたことが言いづらくてな。急遽商談の日程を変えて3日後に来てほしいと言ったんだよ。申し訳なさそうに言った。大塚社長は誤解していたんだな。誤解が解けてよかった。分かってくださればそれでいいんです。俺は大塚社長にそう言った。あの日の商談のやり直しだ。杉山くん、頼む。俺は資料を取り出し提案した。大塚社長が俺の提案をそのまま受け入れてくれたため、商談は見事に成立した。社長、これからもよろしくお願いします。俺の方こそよろしく頼む。本当によかった。俺は胸をなで下ろした。帰り際にあやさんが来て、お礼に食事をご馳走させてください。と誘った。俺はあやさんの誘いを断る理由もなかったし、何よりあやさんのあの笑顔をもう一度見たいと思って誘いを受けた。あやさんは嬉しそうな顔をしていた。その横で大塚社長が、あやをよろしくな、と笑っていた。思いがけないことが続く一日だった。だけど、どこかすがすがしい気持ちになった。ただいま。俺のその声で、父さんはうまくいったと思ったんだろう。親指を立てて、俺の方を向いて笑った。もし、誤解が解けていなければと思うと、今でもヒヤヒヤしてしまう。明日は、あやさんと食事の日。俺が、いつになくめかし込んでいると。雄一、なんだ、デートか？父さんが聞いてきた。まあ。父さんは、察しがついたようで。もしかして、助けた子か？まあ。
春が来た、春が来た、ゆういちに来た。そう歌った。違うって。なんか緊張してきてトイレに通う俺。遅れるなよ。父さんがにやりと笑う。ゆういち、社会の窓。母さんが慌てて俺の方を指さした。社会の窓っていつの話だよ。何やってんだ俺。そう言ってため息をつく。あらら、ため息つくと幸せ逃げちゃうよ。デートなんだからため息つかない。ほら、ちゃんとする。母が俺に葉っぱをかけた。あ、行ってくる。うまくやってこいよ。父が言った。まったく一言多いんだから、あの親父は。俺は、あやさんを迎えに行って、食事に出かけた。あやさんは、しっかり者のようで、時々抜けているようなところがある。天然？ただの、童子？だが、そんなところが可愛かった。あやさんが、大きく深呼吸した。意を決したように。あの、杉山さん？はい？また、会ってくれますか？その申し出に、俺もまんざらでもないので、喜んで！と答えた。あやさんはにこりと笑っていた。後から聞いたが、あやさんは俺と会ってると、父である大塚社長に話していたそうだ。杉山くん、あやをこれからも頼むぞ。商談に行くたびに、やたらと言われた。俺は恐縮するばかりだった。何度か食事に出かけていくうちに、俺はあやさんに好意を持ち始めていた。ある日、あやさんが言った。私、あの日から杉山さんのことがずっとずっと忘れられませんでした。なかなかあそこまでできる人はあんまりいないと思います。父の知り合いだからチャンスだと思っていろいろと聞きました。私、また杉山さんに会いたいと思ったから。だからか。行くたびに大塚社長が俺に言ってくるのは。俺がそんなことを思っていると。だから、その、私と。あやさんは俺の方を向いて少し頬を染めた。そう言いかけたあやさんを制して、俺が切り出す。あやさん、俺と、付き合ってください。パーッと明るい顔になって、喜んで！と、あやは答えた。付き合っていくうちに、あやのいろいろな部分が見えてくる。あやは本当にドジだった。横にいないと思ったらつまずいて転んでるし、痛い！涙目になってる。本当にあやはドジだな。見ていて飽きないよ。あやが笑う。表情がくるくる変わるあやがとても可愛くて愛しい。あやがある時俺に話していたことがある。あの日ね、私はサプライズで家に帰るところだったの。サプライズ？私は卒業と同時に事務として父の会社に入ろうと思ってた。でもね、父は社会勉強も必要だからって何年かは地元を離れて他のところでも働きなさいって。2年前かな、母が亡くなって私は家にいようとしたんだけど、父は私の言うことは聞いてくれなかった。父に認めてもらいたい、そう思ってなんとか2年頑張ったの。だけど仕事以外だと塞ぎ込んでると聞いたの。だからね、働いてる会社の社長に行って家に帰らせてもらうことにしたんだ。それを父には話せなかった。絶対俺は大丈夫って言うから。だからあの日、帰ってきたからって強行突破しようとしてね。そこで、あの日滑ったんだ。そう。だから父に連絡できなくてね。まあ、連休とかはちょくちょく帰ってて、帰る準備はしてたんだけどね。とんだサプライズになったよね。父には叱られたけど、私も
父を叱ってやったよ。ちょっと威張ったように綾が言った。だから余計雄一さんに申し訳なくてね。それがなければ今がなかったと思うよ。俺はあの日綾に会えてよかったと思ってる。結果オーライだよ。そうだよね。それから会うたびいろんな話をした。綾は俺が重機の話をすると目を輝かせてうなずきながら聞いてくれた。あや、俺は本当は重機の操縦をしたかった。腰を痛めて諦めてしまったけど、でも、それでも、携わっていたかった。雄一さんの目を見ればわかるよ。本当に重機が好きなんだって。だからこそ、いい商談ができるんじゃない？うん、ありがとう、あや。俺はあやをじっと見て。俺と、結婚しよう。そう言った。あやは俺のプロポーズに驚いていた。そして泣き笑いの顔をして。はい、喜んで。そう言った。やったー！俺は思わず声を上げた。ゆういちさん、声が大きいよ。あやが笑ってる。この笑顔をずっとずっと見ていきたい。そう思った。ただいま、父さん、母さん、話があるんだけど。そう言って俺は、プロポーズを報告した。よかったな。父と母は喜んでくれた。今度、家に連れてきなさいよ。母に言われた。そういや俺、茶化されるのが照れくさくて、まだ家に連れてきてなかったな。今度ね。あやを家に連れて行くと。父も母もあやを気に入り、ようやく娘ができる、と言って喜んでくれた。いつもあやが来るのを心待ちにして、あやちゃんは元気？そう聞いてくる父と母がいる。そういや、俺とあやは一人っ子。嫁にもらってもいいし、婿に行ってもいいし、二人で考えて決めろよ。父はそう言って俺を見た。もう決心はついているようだな。お前が進みたい道を進めばいい。そのために協力できることがあれば協力するからな。父は俺を後押ししてくれた。自分の会社を継がなくても結婚は反対しないと大塚社長は言ってくれたが、一方で、まあ向こうに来たら重機は触り放題だがな。そう言ってちらりと俺を見た。ひらりと光った俺の目を大塚社長は見逃さなかった。俺は大塚社長の目論見通り婿に入ることにした。あやのことが好きなのはもちろん、大塚社長の重機触り放題に勝てなかった。完全にノックアウトだ。だがそれもよしとしよう。これから俺は大塚社長に建設会社のノウハウをしっかりと叩き込んでもらおうと思う。事務員としてあやも支えてくれる。大変かもしれないが、なんとかあやとなら乗り越えていけるだろう。俺とあやは出会った。あの降りしきる雪の日に。あの時あやが大塚社長のもとに帰らなければ、出会わなかった奇跡。俺は今でもその出会いに感謝している。あやの赤い車は、俺たちの運命の糸を乗せていたのかもしれない。それは決して見えることがない糸。だが、確実に、つなぎ合わせて、あやと俺は進んできた。これから俺は、大塚建設の跡取りとして、あやと、ギフト、末永く頑張ろうと思う。なんせ、建設会社。俺は、たくさんの重機に囲まれて、これから過ごしていける。あやは時々、ゆういちさんは、ここに重機がなければ、婿に来なかったもんね。と言う。俺は、図星だから答えない。いや、もちろん、あやのことが好きだから結婚したんだが、どうやらあやは、気づいてしまったようだ。その言葉を聞いて、岐阜が、してやったりという顔をして俺を見る。
結婚しても俺の重機愛は冷めるどころか増すばかりだ。まあ仕方ないか。それも優一さんだもんね。そんな優一さんだから結婚したいと思ったんだしね。そう言いながらも膨れた顔をしている。俺は綾の方に両手を添えた。私にもそうやって触ってくれないとやきもち焼いちゃうよ。綾はそう言って笑った。ずっと俺はこの笑顔を守っていこうと思った。俺の運命の糸は大塚建設ともつながっていたんだ。当然ながらこの重機たちともずっとずっとつながっていたんだ。重機たちよ、明日も待っててくれ。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。目の見えない女を助けたそうだな。そんな社会のためにならない役立たずのために会社の一大事の商談をダメにしたのか。お前は相変わらずご立派な信念だな。ああ、それから分かってると思うが、お前はクビだ。大切な商談をすっぽかして盲目の女性を助けた俺に対して俺の上司の伊藤はクビを宣告した。俺は人を助けたい、その信念のもとに仕事を全うしてきたつもりだ。だけど実力主義の社会の中では人の信念なんて関係ない。クビ宣告された時にはそう思ってしまった。損することもたくさんあるだろう。でも俺の進んできた道は間違いじゃなかった。これはどんなに遠回りでもどんなに馬鹿にされても自分が大事だと思ったことを曲げずにして成功した俺の話だ。俺は田中良介、ごくごく普通の製薬会社で MR として働いている男だ。 MR とは日本語で医療情報担当者の略で、お医者さんたちや薬剤師さんたちに薬の説明をしてその薬を売る仕事だ。まあ長々と説明したが、要するに薬が商材の営業マンだと思ってくれればいい。俺がどうして今 MR として働いているのか、きっかけは母を20歳の時に乳がんで亡くしたことだった。俺の家は母子家庭で、母は女手一つで俺を育ててくれた。なのにどうして、と当時は世界を呪ったりもしたが、当時交際していて、今では妻の優子の支えもあり、どうにか前を向いて生きていけるようになったのだ。そして俺は決めた。人の命を助けることができる人になりたい。そのために、当時すでに大学2年生だった俺は、大学生活の傍らに医療関係の仕事を調べ、そして MR という仕事を見つけた。それからは、MR として仕事をするために独学で勉強を続け、大学卒業後無事今の製薬会社に就職し今に至っている。そんな俺だが、社会人になってから数年後、大学時代から交際を続けていた優子と結婚し、良子と名付けた娘も生まれた。娘はもう中学生だ。幸せな家庭になりたかった職業。俺の人生は順風満帆に見えるかもしれないが、実はそうではなかった。お前また成績最下位じゃん。もっと売ることを意識して営業した方がいいぜ。そう俺に声をかけてきたのは同期の鈴木だった。鈴木は営業がうまく、毎月成績上位のすごいやつだ。アドバイスありがとうな。でも俺は、ちゃんと説明して理解してもらってから買ってもらいたい。だろ？
構立派な考えだけどさ、現実はそんなに甘くねえって、その、信念みたいなのを、いい加減捨てた方がいいと思うけどな。だから陰で使えない男、なんて言われるんだぜ。俺はそれに曖昧な笑顔で返した。俺はこの仕事を目指したきっかけと、仕事をしていく中で得た経験から、相手にきちんと説明して、薬について理解してもらってから買ってもらう、というスタンスをずっと貫いてきた。それこそ、さっき鈴木に言われたように、信念と言い換えてもいいかもしれない。なぜなら、俺たち MR が取り扱う商品である薬は、間接的にではあるが、人の命を大きく左右する。俺は母を亡くしてから、人の命を助けたいという信念でこの仕事を始めた。だから営業成績は全く気にしていない。お医者さんに納得してもらって、それで契約して、患者さんに処方してもらう。そこだけは絶対に曲げない。そんな俺の営業の成績は、毎月最下位か、よくても下から3番目といった具合だった。よう、田中。お前、また成績最下位だったらしいな。声に振り返る。振り返った先にいたのは、俺の上司であり、常務取締役の伊藤だった。伊藤常務、お疲れ様です。お疲れ様はお前の方だろ？またいつもみたいに必要ない説明まで取引先にしてんだろう。すっかり聞き慣れてしまったが、俺を見下し、馬鹿にする色を多く含んだ声。それに俺は押し黙ることしかできなかった。まあ、せいぜい、首にならないように頑張ることだな。伊藤は、俺の肩をポンポンと叩いて去っていった。彼は先日の通り、常務取締役であり優秀な男だ。その実力は、実質的に社長の右腕ポジションに収まるほどである。そして俺は、そんな伊藤の都合のいいストレスの吐け口だった。奴は俺の成績について、いつも俺の信念を引き合いにして馬鹿にしてくる。そして最後にはいつも、首をちらつかせて去っていくのだ。俺だって本当は言い返したい。というか、最初の頃は言い返していたのだ。けれど、どれだけ俺の考えを説明したところで、奴はいつだって適当に聞き流して鼻で笑った。それを何度か繰り返した頃、そんなご立派な考えを持って仕事したいなら、まずは成績を俺より上げることだな。と伊藤に言われてしまい、俺は何も言えなくなってしまったのだ。そして会社の上層部にいる伊藤にそんな扱いを受けていれば、周りからの扱いがどうなるかは言うまでもないだろう。伊藤を筆頭に、上司からも同期からも部下からも使えない男として見られ、扱われる日々はそれなりに消耗した。時折、この考えを捨てて、周りと同じように仕事をすれば、もうこんな扱いを受けないかもしれない、と考えることもある。けれど、その度に、それではこの仕事に就いた意味がないだろう、と頭を振るのだ。そんな風に日々悩みながらも、仕事を続けていたある日のことだった。ある大きな商談が俺の元に来た。なんと相手は、医学界の重鎮である大物、立花太郎院長。きっかけは、俺が小さい頃は患者として、そして今はお客様としてもお世話になっている地元の病院の先生だった。その先生が新薬を立花太郎院長に紹介してくれたのだ。その知らせが入ってきた社内はざわついた。あの使えない男に大きな商談が入ってきたからだ。やったな、
聞いたぞ。あの立花太郎との商談が決まったそうじゃないか。そう言いながら、俺の背中をバンバンと叩いてくるのは伊藤だった。その声にも顔にも、いつものような俺を馬鹿にする色はない。おい、わかってると思うが、今回の商談、絶対に成功させてこいよ。何が何でも契約を取ってくるんだ。これは会社としても大きな商談なんだからな。それに対して俺は、できる限りはやってきます、と返した。相手はあの立花太郎だ。俺だって緊張してるし、できれば成功させたいと思っている。でも、いつも通りやろうと思った。いつも通り、すべてを説明し、相手が正しく薬を理解したことを確認してから薬を売る。どれだけこの方法で結果が出なくても、大物相手でも、いや、大物相手だからこそ、いつも通り誠実に対応すべきだと俺は考えていた。そして立花院長との商談当日、何度もシミュレーションを重ね、しっかりと準備をした俺と、俺のサポート役として抜擢された鈴木の二人で、立花院長の待つ病院へ向かっていた。いやー、これで俺もお前に抜かされちゃうかもなー。そんな風に言って笑う鈴木に対して、そんなことないと思うよ、と返しながら歩いている。その時、後ろから、カランと何かが落ちる音が聞こえた。振り返ると、女性が転んでいる。その傍らに転がっている白杖から、女性が盲目であることが分かった。大丈夫ですか？そう言いつつ駆け寄ったのは無意識だった。近寄れば、女性は転んだ拍子に膝をすりむいたらしい。破れたストッキングから覗く傷口が痛々しかった。女性が何か言おうと口を開いたのと同じタイミングで、おい、何してるんだよ、と背後から声がかかる。鈴木だった。鈴木は続けて、そんなことしてる場合じゃないだろ、と言う。それで商談のことを思い出した。けれど、目の前の女性を見捨てて商談に行くつもりにはどうしてもなれなかった。すいません、大丈夫ですから。どうされたんですか？そう女性に声をかければ、女性は慌てた様子で、帰らないといけないんです。急がないと、と言った。動揺した様子の彼女から事情を聞けば、何でも家で留守番中の娘さんから、一緒に留守番中だったまだ5歳の息子さんが倒れたと電話が来たらしい。娘さんもまだ小学生で、どうすればいいかわからない。夫にも電話をしたが、夫は電話に出なかったと。だから慌てて家に帰ろうとしていたんです、と女性は続けた。わかりました。じゃあまずご自宅に向かうところからですね。タクシー捕まえますからちょっと待っててください。そういう俺に、なおも鈴木は、おい！と声をかけてきたが、俺はそれに応じなかった。タクシーを捕まえて、女性を先導してタクシーに一緒に乗る。そしてタクシーの中で119番通報をして女性の自宅に向かった。女性の自宅に着いたのは、救急車よりも俺たちの乗るタクシーの方が早かった。慌てる女性を支えながら玄関まで付き添い、女性が中に入っていったのを確認してから、俺は外で救急車を待つ。救急車はそれからすぐに来た。たどり着いた救急隊の方々に事情を説明し、中に促す。しばらく慌ただしく救急隊の方々が出入りしていたが、しばらくしてから女性が中から出てきた。息子さんを救急隊の方々に様子を見てもらったところ、幸い大事には至らなかったとのことだった。思わず胸をなで下ろした俺に対して女性は、お礼がしたいので、と名前と会社名を教えてくれないかと言った。
うなずかない理由もないので正直に名乗り、念のため後で旦那さんに確認してもらってくださいと名刺も置いて女性の家を出た。家を出てから改めてタクシーを捕まえて病院へ向かう。タクシーの中で電話を確認すると、今までに見たことがない数の着信履歴やメール、メッセージの通知が来ていた。それに気が重くなりながらも、商談会場である病院へ向かったが、立花院長はすでに帰ってしまっていた。そして会社に戻ると、まず俺を出迎えたのは、伊藤の土星だった。お前何してくれたんだ？すぐにすいませんと謝る。けどすぐに頭を上げて事情を説明しようとした。実は倒れている女性がいて、伊藤は俺の説明を遮って、鈴木から聞いたと不機嫌そうに言った。目の見えない女を助けたそうだな。はっ、そんな社会のためにならない役立たずのために、会社の一大事の商談はダメにしたのか、お前は。相変わらずご立派な信念だな。それともあれか？同じ使えない者同士、シンパシーでも感じたのか？あまりにもひどい言い草に、しばらく開いた口が塞がらなかった。そんな言い方、ないじゃないですか。と続けようとしたところを、うるさい！事実だろうが。と伊藤に遮られる。伊藤は続けて、いつもよりもずっと険しい顔で続けた。ああ、それからわかってると思うが、お前はクビだ。本当に誰の役にも立たない。使えない男になっちまったな。ああ、くそ。あの商談が決まれば、もっとこの会社の立ち位置を盤石にできただろうに。そう言って去っていく伊藤を呆然と眺めていると、伊藤が振り返って、何ぼさっとしてるんだ。さっさと退職準備と引き継ぎして帰れ。もうお前の顔も見たくない。と言った。俺はそれから、半ば呆然としたまま、言われた通りに退職準備と引き継ぎをして家に帰った。帰宅中の電車の中では、妻と娘に何と説明するかで頭がいっぱいだった。ただいま。いつもよりもずっと暗い気分で玄関を開ける。すぐに家の中からはお帰りと声が返ってきた。リビングに入った俺に対して、妻の優子が心配そうな顔で、どうしたの？顔色が悪いけど、と声をかけてきた。俺はそれに対して一瞬口ごもった。けれど、ごまかすことはしたくなかったから、迷ったけれど正直に言うことにした。実は、クビになったんだ。クビ？ということ、リビングで勉強をしていた涼子が声を揃えていった。どうして？なんか悪いことでもしちゃったの？驚いた様子で聞いていたのは娘の涼子だ。いや、悪いことはしてないんだけど、今日大きな商談があったこと、その道中で倒れている盲目の女性を見かけ、助けるために声をかけたところ、商談に遅れてしまい、それによってクビになったことを伝えた。確かに悪いことはしてないけど、でもクビってどうしましょう。しばらくはまだ貯金があるからなんとかなるかもしれないけど、でももうすぐ涼子も受験だし、涼子と優子が続ける。予想通りの反応だ。リビングの空気は今までにないくらい重かった。頑張ってすぐに新しい仕事見つけるよ。俺はどうにかそう絞り出すことしかできなかった。そして次の日、昨日の空気を引きずり、居心地の悪い家を出てから、最後の片付けのために出社する。すると、出社してすぐに社長室に呼び出された。会社にとっても大きな出来事だったと伊藤が言っていたし、
社長直々に首を言い渡されるのだろうか。そう考えながら社長室に向かう。コンコンコン、ノックを3回。すぐに中から、入りたまえ、と返事があった。失礼します。重い気分のまま、それでも、それが声や表情に出ないよう意識しつつ扉を開ける。そして扉を開けた先に広がっていた光景に驚いた。そこにいたのは社長と立花院長と昨日助けた盲目の女性だった。田中良介さんですよね。昨日はお世話になりました。おかげで息子も無事です。いえ、そんな。俺は大したことはしてないですし。頭を下げる女性に対して慌ててそう言う。姿勢を戻した女性はにっこりと笑って続けた。昨日は自己紹介もできずに申し訳ありませんでした。私は立花咲。ここにいる立花太郎の娘です。言われたその内容が一瞬頭に入ってこなくて固まってしまった。その間に今まで黙っていた立花院長が話し始めた。昨日は娘を、そして孫を助けてくれたそうだな。もし君が娘を助けてくれなかったら、孫の命はなかったかもしれないそうだ。助かった。本当にありがとう。そう言って、立花院長も女性、立花咲さんと同じように頭を下げた。それにハッとして、慌ててどうにか口を開く。そんなん恐縮です。頭を上げてください。君は誇るべきことをしたんだ。遠慮する必要はないさ。俺と目線を合わせた立花院長は、立花咲さんと同じようににっこりと笑っていった。それから昨日娘を助けてくれたのが君だと知った後に、こちらの会社の方に連絡させてもらってね。私の方から事情を説明させてもらった。その時に君がクビになってしまったことを聞いてね。私に免じてそれはなかったことにしてくれないかと、こちらの社長さんにお願いしたんだ。その言葉に驚いて社長へ視線を移す。社長は嬉しいような困ったような複雑な表情でうなずいた。つまり、君はクビになることはない。あまりに急な出来事に呆然とする俺に対して、立花院長は笑顔のまま続けた。さて、早速仕事の続きをしてもらえるかな。私に普段の新薬の説明をしてくれ。それにどうにか、はい、と返した。そうして資料を準備し、俺は立花院長に対して新薬の説明を始めた。いつも通りメリットもデメリットも含め全てを説明し、逐一薬について理解できているかの確認を挟みながら話を進めた。説明は以上になります。疑問点などはございますでしょうか？それでもやはり緊張はするもので、そう言い切った時に口の中がカラカラだった。そうだね。一ついいかな。はい、何でしょうか？何か不手際があっただろうか。不安に思いながら聞き返す。君は私に新薬のすべてを説明してくれたね。いい面だけでなく悪い面も。それはどうしてかな？それは、そこから先はシミュレーションになかったにもかかわらずさらさらと出てきた。人の命を助けることができる人になりたいと、母を亡くした時に願ったこと。薬は患者さんに直接処方されるものだから、契約を結んでいただく際には、必ずお医者さんにデメリットも納得していただきたいこと。どんな相手にも必ず全てを説明し、相手が正しく薬を理解したことを確認してから薬を売っていること。説明を終えた俺に対して、立花院長は満足げに笑った。
君は良い MR だね。この新薬使わせてもらおう。こうして俺の大失敗したかと思われた商談は大成功で終わった。あれから半年、俺はあの商談をきっかけに昇進し、会社内での扱いも変わり、家族を安心させることもでき、幸せに過ごしている。そして俺をクビに仕掛けた伊藤は、あの事件をきっかけに今までの悪事が明るみになり、常務取締役を解任、今では俺の部下で平社員として営業に勤しんでいる。さらに今日は俺の昇進祝いとして家族みんなで食事に行く日だ。仕事を定時で切り上げて帰ろうとしたところで、鈴木に声をかけられた。すまん、ちょっといいか。5分でいい。話がしたいんだ。時計を確認してからそれに了承した。お前はさ、すごいよな。本当に俺より上に行っちまった。運が良かっただけだよ。そんなことないさ、積み重ねだろ。言いながら鈴木は缶コーヒーを買って俺に渡した。ありがたく受け取ってそれを開ける。実はさ、俺ずっとお前に憧れてたんだ。え？お前はさ、俺が諦めた誠実さみたいなものをずっと持ち続けてただろ。どんなに周りに遠巻きにされても、上司にバカにされてもさ、俺はそれをするだけの力がなかった。だから俺はお前がずっと羨ましかったんだ。あまりに唐突な告白に俺は驚いた。そんな俺を見た鈴木が小さく笑って続ける。だからさ、お前がこうやって成功して俺も嬉しかった。ずっと言いたかったんだ、おめでとうって。それを最後に鈴木は、引き止めてごめんな、予定あるんだろ、と言って去っていった。俺は驚きながらも清々しい気持ちで会社を出た。首を言い渡されたあの人は比べ物にならないほどいい気分で帰宅する。すぐに家族からの温かい声で出迎えられた。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。はあ？たかが骨折程度で有給取ろうとしてんのか？なめてんのか仕事を。一人抜けるだけで会社にどれだけの迷惑がかかると思ってんだ。すごい勢いで顔面を近づけて怒鳴る上司。俺は言葉を失った。事故で腕を骨折してしまい、仕事がままならず少し治療に集中しようと思い、有給申請を所定の手続き通りにした。しかし上司の上園は不満があったようで激怒してきた。そんなもん放置してても治るんだから契約取ってこい。多少同情してもらって取りやすくなるんじゃないのか、と言って行ってしまった。俺は彼の言う通り、次の日の商談に向かうことにした。大事件が起こると上園は知る由もなかった。俺の名前は滝上翔生。俺が今勤務している会社は不動産を取り扱う大手の会社だった。地元ではこの会社の名前を知らない人はいないと思うほどの知名度がある会社だ。どうして俺がこんな大手に入社できたのかというと、実は俺の父親がこの会社の創立メンバーの一人なのだ。誤解を恐れずに言うならば、コネ入社だ。この会社は現社長である若林と数人の仲間たちだけで設立した不動産会社だった。若林は類いまれなる才能を持つ人物である一方で、なかなかの頑固者でもあった。職人気質な人間だった。そんな若林に懐いてきた創立メンバーは、彼の長所とも短所とも取れる内面をカバーできるほどの人物たちだった。優しくて気の利く池谷さん、情熱的な西さん、
失敗した部下を必ず慰めてくれる後藤さんなど、多くの人格者が揃った会社が成長しないはずがなかった。若林が取り締まるこの会社は、一代でこれほどまでに大きな会社になっていったのだ。社長を含め、当時の設立メンバーである仲間たちのおかげで、急成長を遂げることができた。父である敏郎は、当時のメンバーの中では、比較的若林と意見が食い違うことが多かったらしい。けれども、若林はそんな父をすぐにクビにしたり、何かしらの冷遇をしたりすることはなかった。自分と意見が違うやつほど信用できる。職人気質であった若林は、父を意見が合わないからこそ、そばに置いていたのだ。俺の父も遠慮のない人だったので、変に気を使うことなく、若林にどんどん発言していたらしい。実の息子である俺からしても、言い過ぎではと思うこともしばしばあるが、父は父なりにいい会社、温かい職場、地域から信頼をもらうために尽力していたのだとは思う。当時の彼らの働きや、今も受け継がれている意志のもとで、仕事に励む若手たちのおかげで、今では不動産以外にも、食品やアミューズメントにまで取り扱うジャンルが増えて、社員もどんどん増えていった。冒頭に戻るが、俺は言ってしまえば骨で入社した。父は今では常務の任についており、それなりに幅を利かせていた。しかし、父は自分で上り詰めた地位だからこそ意味があると考える人間なため、俺を重要なポストに置くなんてよくあることはしなかった。3ヶ月やる。その間に自分なりで構わないから成果を上げろ。もし成果を上げることができなかったらクビにする。いろいろと経験をさせたいという気持ちからこの会社に入れたが、無理ならすぐに辞めてもらうからな。という条件付きでの入社だった。つまり、入るきっかけは父からもらったものだが、それ以降は本当に一社員としてしか生活をしていない。そもそも自分は父がこの会社で懸命に働いている姿を見て育ってきた。苦労して仲間と揉めて帰宅した父の険しい顔も、努力が実り大きな成果を得た時の嬉しそうな表情も見て育ってきた俺にとって、この会社で働きたいと思うことはごく自然なことだった。本当は父に内緒で入社しようとしていたのだが、豆な父は入社希望者の書類のすべてに目を通していたのですぐにバレた。そして先ほど言ったような条件を突きつけてきた。後から聞いた話だが、書類に目を通した父は最初何かの見間違いかと思って何度も同僚に、こいつの名前を読み上げてくれと懇願していたらしい。そんなお茶目な一面を俺に見せることなく、条件を何食わぬ顔で提示する父はさすがだと思った。入社後はできる限り周囲には父が常務であることは伏せて仕事に励んだ。このことについては父から特別何か言いつけられたわけではないが、もし父が常務であることを周囲が知ると、自分を色眼鏡で見てくる連中が出てくることは必須だった。俺は認めてもらえるなら、そういった親の七光ではなく、実力を認めてほしいのだ。そう言っても、事実を知ればどうしても実力は陰ってしまうように感じる。そのため、必要最低限に留めておいた。もちろん、社員全員が知らないというわけではない。当然のことながら、父の同僚、つまり上層部の方々は、自分と父の関係は知っている。皆さんは、周りに人がいないことを確認すると、どうだ、会社にはもう慣れたか?とか、若い力で盛り上げてくれよ、などと声をかけてくれる。俺が小さい頃からの顔なじみなので、彼らからすると、俺は、まだまだ子供のような存在なのだろう。社長も年を重ねるごとに柔らかくなっているようで、何かあったらすぐ言ってくれよ。こうも会社が大きくなると細部まで目が行き届かなくてね。若手からの報告も重要なんだよ。と優しく話しかけてくれるのだ。
昔の若林社長からは想像できないと、創立メンバーは笑いながら語る。上層部のこのような声かけは自分にだけではない。実は皆さんはできるだけ多くの社員に直接話しかけて、仕事の悩みや職場での不都合がないかなどをよく聞き込みをしている。社員が昔に比べると何倍にも多くなった現状でも、できる限り社員の意見をフィードバックしようとしている。何か問題があればすぐに改善するように動く。平社員たちからの意見をどんどん吸い上げていく。こういった姿勢が一代にしてこれほどまでに会社が大きくなった理由なのかもしれない。上層部以外で俺と父の関係を話しているのは部下のユキトだった。彼は俺が入社して2年後に入ってきた社員で、ザ・令和といった感じの若者だった。飲み会にも興味はなし。仕事が終わればお疲れ様ですと言って一目散に帰宅する。他社員から、あ、悪いんだけどさ、この仕事を代わりにやってもらえる？私この後予定があってさ、どうしても帰らないといけなくて。と、女性社員から頼まれても。いや、僕も予定があるんですけど。というか、帰宅時間まで終わらせればいいだけじゃないですか？と、目も合わせずに話す。確かに正論なのだが、女性社員にそこまで言えるユキトには素直に驚いた。何ですか、先輩。何か話したそうなオーラ全開で見つめられても困りますよ。と、休憩室でコーヒーを飲みながら横目でユキトが話しかけてくる。俺はなんとなく本当に何気なくユキトに父との関係を話した。彼に話してもユキトは今まで通りの接し方を変えないだろうという変な自信があった。話を全部聞き終わったユキトはニコリと笑い、先輩、なんか悶々としてる感じがあったんですけど、それだったんですかね、とコーヒーを飲み干した。ユキトから言われて気がついた。俺は秘密にしなくてはと思うあまり、秘密主義的な面ができてしまっていた。そのため、同僚や部下たちと無意識なうちに壁を作ってしまっており、思うような円滑な人間関係を築くことができなかった。俺がそのことも吐露すると、ああ、でも上園さんとの関係は別に、滝上さんが悪いとは思わないですけどね、と言った。ユキとの言った、上園というのは俺の上司である人間だ。彼は昔、ほんと昔にかなりの成果を上げたことがあるらしい。上園はその過去の栄光を未だに引きずっているかわいそうな大人だ。俺が若い頃はもっと真剣に仕事に取り組んだもんだ。お前たちと来たら文句ばかりで話にならん。俺の昔をもっと見習え、と口癖のように毎日言っていた。確かに上園は仕事もそれなりにでき、上層部からの評価も高い。しかし、正論でも言い方や相手と築いた関係性によっては暴言に変わることもあることを上園は知らないのだ。正論を言っているんだから俺は悪くない精神である彼は、多少苦情を言われても、俺の言ってることは間違っていない、と主張するばかりだった。そのせいで若手は、自分が悪いのかもしれないと思い込むようになり、誰も上層部に言いつけるようなことはしなかった。そんな彼と俺はたびたび意見の食い違いで衝突することがあった。こんなこともできんのならやめてしまえ。どれほどの迷惑が周りにかかっているのかわからないのか。となる上園の前では小さく萎縮してしまっている女性社員がいた。そこまで言わなくてもいいんじゃないですか、人前で。俺が少し口を挟むと、関係のない人間は黙っとけ。それでも引かない俺と言い争いをすることもあった。また最近の上園は部下の提案した内容を巧妙に自分の案のように織り込むようなことをしている。部下にはこれはやめておいた方がいいだろうな、とやんわりとやめるように言いつつ、自分の案に混ぜ込み、廃案となったものをさらに練って作成しました、といった具合で社内でも幅を利かせていた。俺がどれほど意見を言っても、お前誰に向かって口を聞いてるんだ、
お前は俺が言ったことだけを忠実に守っておけばいいんだ、と言い捨てる。きっと俺の父が常務であることを知れば。手のひら返しをするだろうとは容易に想像がついた。けれどもそれをしてしまうと、自分の力ではない理由でねじ伏せてしまうようで嫌だった。肩書きで相手を納得させようとするのは俺にはできない。ユキとはそんな俺の気持ちを知ってからは、以前よりも気さくに話しかけてくれるようになった。ランチや商談なども一緒に行動するようになってから、お前たちって兄弟みたいだな、と周りから言われることが増えたような気がする。俺は会社からとある商談を担当するように言われていた。その取引会社は昔からうちの会社といろいろな取引をしている会社だ。つまりはお得意様ということになる。取引先の会社はその業界におけるシェア率上位を誇る大きな会社だった。長い付き合いということもあり、お互い持ちつ持たれつの関係を長い間続けている。そんな古い付き合いである会社との商談は良くも悪くも温かい商談で済むことが多い。緊張して張り詰めたような空気が支配する商談ではないので、新人でも基本的に大きなミスをすることなく無事に話が進むことが多いのだ。そのため練習期間としてかつて俺が割り当てられたのだ。それがずっと続いていて、俺が担当のようなものになっていた。そのため俺は昔自分がさせたようにユキトを商談に連れて商談の仕方や空気などを学んでもらおうと思った。え、俺ですか？俺何もできませんよ、と最初こそはめんどくさそうにしていたユキトだったが、次第に慣れてくると、先輩何してるんですか、早く行かないと時間遅れちゃいますよ、と俺をせかすシーンが多くなっていった。相手方もうちの会社と取引するときの担当のような人物がおり、わざわざいつもすみません、こちらに出向いてもらって恐縮です、と頭を下げる女性。彼女が担当者である稲峰花見だ。彼女は営業部長として今回の商談の全責任を担っている。いつもお手間を取らせてしまいごめんなさいね、と頭を下げる彼女に、いやいや、こちらこそいつもお邪魔してすみません、とペコペコする。お互いよく見知った顔である上に、何度も打ち合わせをしている中であるため、俺たちとの商談はお堅い雰囲気とは無縁の空間だった。本当はもっと竹上さんたちのことを知りたいんですけどね、と世間話はそこそこにして、しっかり本題にも切り込んでくる。彼女の目の付けどころはすごい。俺たちが何度話し合って確認しても見つけることができなかった穴を見つけて、これはどうなっていますか？と尋ねてくる。彼女の問いかけは決して責めるような口調ではなく、ここを修正したらお互いにもっといい結果が生まれそうです、と言わんばかりの笑顔で尋ねてくるので、こちらとしてもありがたい。僕、商談ってここが初めてですけど、こんな感じなんですか？ユキとの質問に俺は首を横に振る。そんなわけないだろ。この会社が特殊なんだし、稲峰さんが親切で優しいからこんな雰囲気なのであって、本当はもっとピリピリしてるよ、と答えた。ユキとは、なら僕はここ以外の商談には行きません、よろしくです、と言ってそっぽを向いた。上園が聞いたら、貴様仕事を何だと思ってる、俺が若い頃は、と昔話が始まりそうだ。そうだ、今日は上園さんはいらっしゃらないのですか、と商談途中に稲峰さんが疑問符を浮かべる。あ、すいません、本日も休養ができてしまい、こちらに参加することが叶いませんでした、と俺がいつもの通り言うと、まあ本当に用があるかどうかは誰もわからないんですけどね、とユキトが窓の外を眺めながらぼやく。稲峰さんにもユキトの声は聞こえていたようで、まあそうなんですか、とつぶやく。俺は急いで取り繕って、あ、いや、上園は社内でも忙しい人間なので何かと用事を任されることが多いんですよ、と慌てた。その様子を見たユキトからは、商談が終わって、かばう必要がありましたか、と
詰められることになった。俺のフォローに気がついた稲峰さんはすぐに話題を変えて、滝波さんのような優秀な社員に任せるとはなかなかできる上司さんのようですね、と方向転換をしてくれた。まさかこんな結果になるなんて思いませんでしたよ。ユキとは若干引き気味で俺の隣を歩いていた。確かに俺も今回の商談で弾き出された利益率を見ると驚いた。稲峰さんの指示通りに軌道修繕を行うと、こうも結果に差が出てくるのかと感心した。正直、ちびりそうでした。ニコニコとご機嫌なユキとは子供のようにはしゃぎながら道端を歩く。おい、あんまり調子に乗ってると怪我するぞ。明日は最終打ち合わせがあるんだから。明日こそしっかりやらなきゃなんだから。と、釘を刺す。今日出た数値を会社に報告をして、最終的な判断をそれぞれの上層部に下してもらう。これが今回の商談での結論だった。大丈夫ですって。先輩の話術があればもう決まったようなもんじゃないですか。これだけ成果を出したとなれば、上園なんて敵じゃないですよ。これで僕も安泰安泰。と振り返り俺を見るユキと。その時、曲がり角から自転車が飛び出してきた。ユキとは自転車に背を向けているので全く気がついていない。俺はとっさにユキとを跳ね飛ばし自分と立ち位置を入れ替えた。その結果、俺ががっつりと自転車と衝突して地面に腕を激しく打ちつけてしまった。先輩、駆け寄るユキとに、ほら言わんこっちゃないと軽口を叩いたものの、俺は腕に激痛が走り、冷や汗がどっと出ていた。異常な汗にユキとも気がついたようで、すぐに救急車呼びますね、と言ってスマホから連絡をしてくれた。診断結果は骨折だった。まあ骨折で済んだことは不幸中の幸いですね。自転車との事故は場合によってはもっとひどい結果になることもありますから、と医者は慣れた口調で説明していた。横ではユキトが、すいません、俺のせいで、とうつむいている。まあギブスが取れるのは当分先でしょうね。これからは安静になさってください。骨の折れ方としては少し複雑なので、できれば会社も休んで動かさない、特に2週間ほどは治すことだけに集中してもらいたいです、と言ってきた。そんなことは難しいと一応言ってみたが、骨のくっつきが悪いとその後の生活にも支障が出てきますから、と医者も引かなかった。ユキトが、明日は僕が何とかしますし、それに最悪上園さんも出てきてくれますよ、と俺の折れていない手を握って力強く言ってくれた。ここまで言ってくれるならと、明日会社に行って年金を取らせてもらおうと決めたのだった。ああ、たかが骨折だけで年金を取りたいだと？仕事舐めてんのか？一人抜けただけでどんだけ会社に迷惑かけるか分かってんのか？俺が年金申請をしたと知った上園の第一声目の言葉だった。俺は年金申請をするのに正確に書類を作り提出した。少しでも不備があれば何を言われるか分からない。できるだけ突っ込まれないように事務方にもユキトにも何度も確認してもらった。これなら文句は言われないだろうと思っていた自分が間違っていた。そもそも年金を取ることにイチャモンをつけられるとは。利き手が使えないならもう片方の腕を使え。何のために腕は2本あると思ってんだ。それにたとえ両腕折れたとしても口でも足でも使って仕事をするっていうのが常識なんだ。令和になったからって仕事を舐めていいわけじゃないんだ。金をもらっているならそれに見合った仕事をしなくちゃな。話は終わりだと言わんばかりに手をひらひらとさせて俺を追い払おうとする。その姿を見たユキトは目を細めながら、上園さん、医者からも安静にしておくように言われたんですよ。僕のせいで滝上さんがこんなことになってしまったので申し訳ないとは思いますし、こんなことを言える立場ではないとは重々承知ですけど、滝上さんをもう少しいたわってくださいよ。今回の商談だってかなり成果を、とまくし立てるように話したが、申し訳ないが、思ってるならお前が面倒見てやればいいんじゃないか、
それにあの会社との商談でいい結果が出たって笑わせるなよ。長年やり取りしている会社との商談で利益を出さないって方が大変なんだぞ。それにお前たちペーペーが出した利益なんぞ大した額じゃないだろ。さすがの言い草に俺もイラついて言い返そうかと思ったし、父が常務であることや社長に上園の全てを話してやろうかとも思った。だが上園から挑発的な言葉をかけられた張本人のユキトが、わかりました、上園さんがそう言うならもういいですと言って俺を支えながら退席した。僕いいこと思いつきました。滝上さんのお父さんのことを話したり社長にチクったりせずにあいつに大ダメージを食らわせる方法をとユキトは俺にある作戦を説明してくれた。明日の商談でか。なんとも稲峰さんを巻き込む形になるのは少し気が引けるが、会社自体に迷惑はかからないだろうし、上園にお給を据えるにはちょうどいいかもしれない。見てろよ上園、今までの鬱憤を払わせてもらうからな。次の日、商談のため会議室に入室した俺とユキトの様子を見た稲峰さんは絶叫した。どうしたんですか。それもそのはず、会議室に入ってきた俺は全身包帯で巻かれ車椅子に座り、ユキトが暗い顔をして押してきたからだ。何があったんですか、大丈夫なんですか。慌てる稲峰さんに俺は力なく笑った。すいません、お見苦しい姿で昨日ちょっと事故に遭いまして。いや、ちょっとのレベルじゃないですよ。間髪入れずに稲峰さんは突っ込む。あ、確かにそうだ、これはちょっとのレベルではない。でも言い直すと不自然な感じが出るのでそのまま続けた。本当は商談も延期してもらおうとも考えたんですけど、完治するまでにはかなり時間を要するとのことなので。俺は頭を下げた。さらにユキトが、僕のせいなんです、滝上さんは僕をかばって、すいません、本当はもっと休んでほしいのに、上園さんが。おい、ここまで言わなくていいだろう。俺はユキトの言葉をあえて絶妙な場所で遮った。上園さんが何なんですか。よっしゃ、食いついた。ユキトは聞かれたのなら仕方がないといった感じで説明をした。事故にあって年金を取ろうとしたが却下されたこと、お得意様であるので失敗する方が珍しいだの、まあこれは実際に上園が自分の口で自分の言葉で言ったものなので事実だ。すべてを聞いた稲峰さんは、今からお二人をお送りします、私も同伴します、上園さんと少しお話ししたいことがあるので、と言って俺たち二人を会社まで送ってくれた。彼女は、車でお二人は待機していてください、話がついたらそのままご自宅に送ります、ととても冷たい表情を浮かべて会社に向かって歩いていった。後から事務方に聞いた話では、稲峰さんは般若のような形相で会社を訪れると、上園さんに会わせてくださいとだけ言ったそうだ。何も知らない上園は、お待たせしました、いろいろ忙しくて、まさかあのバカ二人が何かやらかしましたか、とのんきに言ってきたそうだ。そこから稲峰さんが怒鳴る怒鳴る。滝上さんの怪我ご存知ですか、との問いかけに、ああ、あれくらいで年金を申請しようとしたので私が却下してやりましたよ、と上園は自慢げに言った。あれくらいで済むような怪我ではありませんよね、骨折をしてるんですよ。それにその誇らしげな表情は何ですか。冗談は顔だけにしてください。あなたのような部下を思いやる心もないような人間がどうして人の上に立つ立場にいるのか私には理解できません。それに今までも一度も商談には顔を出さないで彼らがどれだけ頑張っているのかも分かっていないんでしょうね。20億ですよ、今回の商談でうまくいけばそれほど大きな金額が動くのに、あなたは何も知らないし何も動かないんですか。稲峰さんの言った20億という数値にさすがの上園も驚愕したそうだ。20億？
変に高い声が上園から漏れる。その後も上園に説教を食らわす稲峰さんと、萎縮して縮こまる上園の構図はしばらく続いたそうだ。今回の騒動はさすがに上層部に届いたようで、稲峰さんの一件以外にも今までの部下たちへの横柄な態度にも言及されてしまい、今まで積み上げていた成果を全て壊す結果になってしまった。俺はその後、しばらくは自宅療養となったので、上園と会う機会はなかった。もし会っていれば、ユキとの立てた計画は崩れてしまっていただろうと思うのでよかった。稲峰さんは今回の件で随分とご立腹だったようで、上園がいる会社とは契約などしたくないときっぱりと言ってしまったため、上層部は上園を懲戒免職にした。彼は最後まで、俺はこの会社に貢献したんだと言い張っていたそうだが、過去の栄光にすがった結果がこれなので誰も同情はしなかった。上園がいなくなったことで、彼から何かとイチャモンや難癖をつけられていた社員たちは解放されたような面持ちで仕事ができるようになった。上園がいなくなったことで空いたポストには20億の商談を成功させたということで、俺が着任することになった。今まで以上に多くの部下を持つようになり、多少緊張することはあるが、自分は上園のような人間にはなるまいと誓った。上園のポストに着任してから数ヶ月、多忙な毎日を俺は過ごしていた。今までも暇だったというわけではないが、自分の仕事だけではなく、部下やさらなる上司からの注文をこなさなくてはならず、終わりの見えない仕事量に少し疲れを感じていた。さらに部下が増えたことで、一人一人を見ている余裕がなくなった。以前であれば、ユキトとよく話し、彼が何を思っているのか、どんなことを考えているかなど次第に分かるようになり、最近では彼がどんなことをしているのかも分かるようになっていた。それはユキとも同じだった。俺がしたいことや思っていることを先読みして動いてくれたり、話してくれたりと本当に兄弟かと思うほど息の合うコンビだったと思う。今はそういった部下はいない。ユキととも一緒にいる時間が少なくなった。俺とたまに会うと、ユキとは嬉しそうに手を振って。先輩、最近忙しいふりしてますけど大丈夫ですか?と気遣ってくれる。だが、俺は他に用事が立て込んでいるため、大丈夫、気にすんな!と一言返すだけでその場を後にしてしまっていた。もう少し気の置けない部下や同僚がいないものか。強いて言うなら、ユキとのように気心を知った人間がそばにいてほしいと思うようになっていた。そういったストレスからか、俺はよく腹痛を起こすようになっていた。一度トイレにこもるとしばらく出てこれない。キリキリと痛むことがあれば、ズキンズキンと鈍痛が響く時もある。薬を飲むこともあるが、服用すると睡魔が襲うこともあるので、あまり頻繁には飲めなかった。そして今もトイレにこもっていると、男性社員が2人トイレに入ってきた。若手の社員だ。名前は、ダメだ、はっきりと思い出せない。早く昼休みなんねえかな、駅前のラーメン屋、今日は混んでないといいけどね、などと雑談をしている。その雑談は次第に社員の噂話に変わり、俺の話題にもなった。滝上さんって常務と同じ名字だよな。もしかして身内とかかな。とくんと胸に痛みが走った。さあ、でも滝上なんて名前は別に珍しくもないしな。それに滝上さんってなんか俺たちとも微妙な距離だし、いつも何かに追われてる感じで、あの常務とは似ても似つかないだろう、と笑っていた。俺は何とも複雑な気持ちになった。父との関係がバレなかったのは良かったが、その理由が仕事ができるできないの差であることに、俺は情けない気持ちと悔しい気持ちが入り混じった感情になった。まあ、もし常務の親族とかなら変に歯向かうのはやめた方がいいな。地域に飛ばされたりとか絶対嫌だからな。二人がアハハと笑い、俺は二人の声を聞きたくなかった。だが、今ここで個室から出てしまうと、
盗み聞きしていたことがバレて、余計変なことを言われるに決まっている。どうしたものかと思案していると。ほーら、女子じゃないんだから、おしゃべりしてないで。あよう戻りんさいよ。と、清掃員の石井さんがトイレに入ってきた。わーかった、わーかったから、大きで叩かないでよ。と、二人を追い払う石井さん。静かにトイレで石井さんは、追い出したからね。もう少しゆっくりとしなさいな。よくなったら声をかけておくれよ。と言ってトイレから出て行った。俺は石井さんの言葉に甘えて、もうしばらくトイレにこもることにした。大間が時、確か母が一番嫌いな時間だったなぁと、日が沈むのを屋上で見ながらコーヒーを片手に眺めていた。なんで嫌いなんだっけ？と思い出していると、ふと隣に誰かの気配を感じた。デスクにもいないし、トイレにもいないからどこに行ったのか探しましたよ、先輩。紺色のジャケットを羽織り、片手には甘いカフェラテを持っているユキトがニコリと笑い立っていた。仕事はいいのかよ、という言葉にユキトは顔色一つ変えずに、それは先輩も同じでしょ、とだけ返した。俺は黙って空を見ていると、なんかあれですね、上園さんももしかすると先輩と似た気持ちがあったのかもしれないですね、とユキトが小さくつぶやいた。その声は本当に小さかったが、俺にはとてつもなく大きな衝撃を受けた。そうかもしれない。この役職について思うことは、部下とも上司とも距離が遠いということだ。どれだけ会社のために動いても、誰かから褒められるということもない。どちらかといえば、俺が部下を褒めなくてはいけない。そういった孤独の中で、上園がすがったのは自分の過去だったのかもと、今なら少しは想像することができた。お前と二人で商談行ったり、時間ギリギリまで昼飯食ってたのが懐かしいよ。今の俺には、そんな人間いないからな。俺はできるだけ暗くならないように明るい声を出して嘆いた。僕がいるじゃないですか。続投だった。何言ってんだよ。前みたいにペア組んでるわけじゃないんだし、迷惑だろ。俺は素直にお礼を言うところを上司になったからと少し偏屈に言い返した。そういうとこですよ。偉くなったからって僕と先輩の関係がなかったものになるわけでもないし、今までと何も変わってないんですよ。先輩がどう思うかは勝手ですけど、先輩のポジションが変わっただけで、それ以外は何も変わってないんです。僕はいつまでも先輩のことを支えたいし、兄貴みたいには思ってますよ。上園さんは本当に頼る人がいなかったからあんな風になったかもですけど、先輩には仲間がいます。僕もいます。だから安心してください。いつでも泣き言言っていいんですよ、とユキトはカフェオレを飲み干した。俺は涙をこらえながら甘いのか？と尋ねると、今日はそういう気分なんですよ、と笑った。その後も日の沈んだ屋上で二人で雑談をしていた。でも南峰さんがあれほど切れるとは思いもしなかったな、と俺は不意につぶやいた。何度も繰り返した商談でそれなりに親しくはなったつもりだったが、うちの会社に乗り込むほど激高するとは思ってもいなかった。俺の言葉にユキトは、え？それガチで言ってます？と若干引いた顔で尋ねる。え？まあなんだよ、俺そんなまずいこと言ったか？ユキトは、はぁーと大きなため息をついて説明してくれた。僕はまた聞きなんで、詳しいことは本人から聞くなり思い出すなりしてくださいね。南峰さん営業部長になる前は売上最低のできない社員だったらしいですよ。意外だった。今のあのバリバリ仕事できます感からは予想もつかない話だった。成果が全然出せない。このままだったらクビになる。そんな寸前で契約をしてくれた会社がいたそうです。それがうちです。そうだったのか。まあ、うちとの契約なら多少ハードルも下がるだろうし、取りやすいというのはあるだろう。でも、
それと俺が何か関係あるのか？今のところ俺とは全く関係ないような気がするのだが。この時商談で来ていた社員は2人、こちら側の担当者の赤松さんと見習いで付き添っていた先輩ですよ。確かに赤松さんに付き添って商談見学してた時期もあったなぁと思い返しつつ、え？そうだったの？全然気がつかなかった。びっくりしたわ。あまりの衝撃に変な口調になってしまった。赤松さんも今回の商談は断ろうとしていたところに先輩が、やってみましょうよ、新しいことにどんどんチャレンジしなきゃですよって言ったことがきっかけでその商談を受けたそうです。そんなことを言ったような気もするが、ユキトに言われて初めて思い返した。確か当時にしてはなかなか先進的な発想の商談であまり手を出せずにいた会社が多い中、うちの会社だけが契約したやつだった。あれ、俺が言ったんだ。自分の行動を思い返してもまさかそんな思い切ったことを言うとは信じられない。そうですよ、先輩は自分が思っている以上に行動力も発想力もあるんだから自信持ってください。先ほどまで暗かった空には綺麗な星が無数に輝いていた。帰宅途中、会社のロビーで昼間の清掃員の石井さんがいた。俺は一言お礼を言おうと思い、昼間はありがとうございましたと頭を下げた。石井さんは一瞬えっと首をかしげたが、すぐに思い出したようで、ああ、おせっかいだとは思ったんだけどね。でもまあ悩むってことはそれだけ頑張っている証拠なわけですしね。立場が変わっても環境が変わっても助けてくれる、しっかりと見てくれる人は必ずいるもんですよね。まるで独り言のように子供に言い聞かせるように話しながらゴミを持ってスタッフルームに入ってしまった。俺はもう一礼をして会社を後にした。俺はユキトのアドバイスや石井さんからかけてもらった言葉を大事にしながら仕事に取り組んだ。上司だろうが部下だろうが関係ない。仕事を楽しくできる環境が大事なのだ。上司だからといって気を張り詰めすぎて役に追われてはいけないと思った。部下たちとの関係もユキとの尽力もあって次第に良好な関係を築けているように思う。立場が変われば心境も変わる。そんな中でも自分をしっかりと見てくれて守ってくれる人がいる。それが部下なのか上司なのかは関係ない。揺るぎない信念さえあればきっとついてきてくれる人がいる。そう信じてまっすぐ愚直に進んでいこうと俺は思ったのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。